ができるマシンなの。ハード的にね、機械としては。これあまりね、ハードの力自慢したくないんですよね。ああ、スペックとか。今まあ、名前が64なんでしょうがないんですけども、64っていうのは何かっていうと、CPU が、コンピューターが64なんですね。だから、なんかね、64っていうと、絵が綺麗っていうことばっかり言うんですけど、絵が綺麗なことは当たり前。何がすごいかっていうとね、計算が早いんです。で計算が早いとどういうことが起こるかっていうと、すごく賢いコンピュータープレイヤーが作れたり、ボールがコロコロ転がっているのがものすごくリアルになったりします。だから今までのゲームと新しいのを買うわけですからね、触ってて違う感じのものを作りたいというのが任天堂の。スーパーマリオ64ですか、はい、あの歌唱ですか、これについてですね、ちょっと詳しく、まず聞いておこうと思うんですけど、はい、